いやー、今日もすがすがしいぐらいマニアックな内容でございましたね。 こんにちは。プロジェクトバラエティ系 YouTuber ナビゲーターの伊藤田です。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 です今日もつかの間のマニアックバラエティ番組としてお楽しみください。今日はですね、ビギナーシリーズの動画ですね。引き続きですね、プロジェクトの実行フェーズ、実行フェーズで必要なプロジェクトマネージメントの基本的な知識とかですね、 技術とかをお伝えします。プロジェクトマネジメント任されちゃったんだよね。ということはですね、ぜひボリューム1からですね、見てみてくださいね。ちなみにですね、このビギナーシリーズをプロジェクトチームとかですね、自社のメンバーへの教育に使っていただいてる p m p の方もいて、本当ね、ありがとうございます。前回はですね、進捗管理の基本についてお伝えしましたよね。この進捗管理をしてるとですね、計画と実績の差、ギャップが見えてきますよね。このギャップ、ギャップを把握 したら？はあ ギャップがあるって眺めてるだけじゃダメですよね。ギャップに対して対応しなくちゃいけないですよね。じゃないとどん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 ギャップが大きくなっちゃって、計画通り進まなくなっちゃってですね、プロジェクトの成功に影響がどん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 出てきますよね。そこでですね、そこでギャップに対してプロジェクトマネージャーが対応する必要があるのが、是正措置と予防措置です。今回の動画もですね、すんごくマニアックなんですけれども、張り切っていこう 今回もですね、私の著書であるプロジェクトマネジメント実践講座の内容をわかりやすくお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。<music> 是正措置。是正措置っていうのは作業パフォーマンスを計画に合致させるための作業パフォーマンスを修正する指示及びアクティビティ。 という意味です。は意味わかんないですよね。心配ないさ話をすんごく単純化させると、計画と実績の差があった場合にですね、計画通りに進めさせるための活動です。ギャップがあったらですね、今後計画通りに進むように何をすればいいか考えてですね、 メンバーと共に活動することが是正措置です。皆さんもですね、何かしら経験があると思うんですよね。例えば、例えばですよ、進捗管理をしていて、プロジェクトのスケジュールが1週間遅れてることを把握したら、そうですね、例えばですね、会議体を最低限にしてですね、その浮いた時間で作業時間を厚めにして対応するとかですね、クリティカルパス上ではないアクティビティの人員を遅延しているクリティカルパス上のアクティビティ にヘルプに出すとかですね何かしら計画通りに戻るように対応するのが是正措置ですでも残念ながらですね何をどうやっても計画通りになりそうもないもしくは努力したんだけれどもギャップが埋まるないっていうことありますよねつまりですよプロジェクト検証とかプロジェクトマネージメント計画書の計画を 合理的な理由で変更しなければならない時ってありますよね。その場合はですね、今後別の動画でご紹介しようと思うんですが、目標や計画の変更要求、変更要求を出して、以前のですね、プロジェクト検証の動画で少し説明した変更会議、変更会議で決裁者に目標や計画の変更承認してもらう必要があります。これはですね、今後別の動画で説明しますね。 プロジェクトはですね、本当に色々な事象が発生するので、毎回毎回新しい計画と実績のギャップを生み出す事象が、 発生してですね、先ほど言った是正措置をしていくことになるんですけど、例えばですね、大きなプロジェクトだと A というチームで発生したことがですね、別のタイミングで B というチームで発生したことがあるんですよ。なので、一度発生した事象と同じ事象をですね、プロジェクトで発生させないために、 予防措置、予防措置というのを行うんですよね。この予防措置、予防措置っていうのは計画とパフォーマンスの潜在的な逸脱を回避、あるいは低減する目的で作業を修正するための指揮及びアクティビティです。はぁ、あ 意味わかんないっすよね。心配ないさ話をすんごく単純化させると、リスクマネジメントと近いんですけど、計画と実績のギャップを生み出す要因が把握できた時点で、それを発生しないように予防する活動のことなんですね。例えば、すんごいわかりやすい事例で言うと、プロジェクト内の A というチームでスケジュール遅延が発生していて、その理由がですね、やっ ただ会議が多くて、長くて、会議内容も重複していることが分かったとしますね。それでですね、他の B チーム、C チームでもスケジュール遅延が発生しないように、事前に会議の最適化を行うこととかもですね、予防措置ですし、まあ、あくまでも事例ですけどね、他にもいっぱい事例はありますけどね。先ほど是正措置でもお伝えしたように、 予防措置でもですね、プロジェクト検証や計画の内容を修正する場合はですね、今後の動画で説明する予定の変更要求、変更要求というのを出してですね、変更会議で承認を経て行うものもありますよね。ちなみにですね、この是正措置と予防措置、プロジェクトのレポーティングとも密接に関わってるんですよね。例えばですね、プロジェクトの定期レポーティングで、スケジュールが遅延しているとかですね、コストがオーバーしちゃってるんですとかのギャップだけを 報告したとしても報告相手はですねでどうすんのって絶対思うじゃないですかなのでギャップを報告する際はどう是正するのかどう同じことが発生しないように予防するかなどを セットで報告する必要があるんですよね。いやー、今日もすがすがしいぐらいマニアックな内容でございましたね。ということで、是正措置と予防措置の簡単なご説明でした。何かですね、さらに深いことを聞きたいことがあればですね、まあ、ビギナーシリーズなんですけれども、コメント欄にですね、ぜひリクエストを書いてみてくださいね。この動画が皆さんの何かのお役に立てたら嬉しいです。引き続きですね、皆さんのお役に立てそうな動画をどんどんどん,どんアップしてまいりたいと思いますので、チャンネル登録、 と高評価をよろしくお願いしますそれではまた会いましょうバイバイ